はい、いです。や日大の田中さんは本当にもうこの人え三3度目の逮捕じゃねえのっていうぐらいですね、えー、えらいこっちゃなということで、えー、日大の田中理事長が今度は脱税容疑で逮捕されました、えー、所得税約5300万円を脱税した疑いがあるとして東京地検特捜部は29日日大の田中英寿理事長を所得税法、えー、違反で逮捕っていうふうにこう言っていて でこれはですね、あのなんかにもともと、えー、9月ぐらいから結構、まあけあの臭かった、燃え上がってたんですよ。で、そもそも特捜部は、あの今年の9月に、ですね板橋病院をめぐる、日大のね、板橋病院をめぐる背任事件で、田中容疑者を、えー、捜索して、で、えー、逮捕してたんですよね。 でこうちに1億円あったとかなんとかって言ってたよね。で、それで、これね、なんかあの、何,もう何回か逮捕されてるか、ちょっとこんがらがってるんですけど、田中さんが3回目の,の,の逮捕なのか、2回目の逮捕なのか。田中はさ、逮捕されてなかったんだよ。あ田中は逮捕さあ、捜査の。関係者が<あ>逮捕されてたのそ,うそうか、そうか、の安倍友の藪本とか。そう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 、<あ>一緒に写真になっ,った人ね。うん このさ籔本さんもそうだしさあこの田中理事長もそうなんですけど、まあ、正直なんかこうまあなんか写真見てもそうねっていう <laughs> ちょっと <laughs> もうなんかうさんくささがさ<う>全身からにじみ出てるよねうん,なんかヤバそうな雰囲気漂ってるじゃん,まあなんか田中さんまで行ったってことかようやくこれで。 あそうそう,そうそうそう。要するに、ようやく頂上を逮捕したかって。ああ、そこまで行ったか。もうとにかく田中さんにさ、だって1億円払ったんだよとかつってさ、言われててさ、<laughs> え、なんで逮捕されないんだろうって思ってたわけで、ね、うん、ついに逮捕。うん、日大もな、もうなんか本当、百万人大学もね、うん、100万人大学をね、1 あの家にあったのは現金1億円じゃないです。あないの ?2 億円です。もっと悪いやもっとあった。ああ、ま、ったおっとしょうがねえな,いなー。まあ、あのー、ね、日台も大変だよね。 まあこれあの何が問題なのかっていうのをですねちょっと一応さらっておくと私立大学とはいえですね文部省からあの税金が入ってるわけですよ補助金が。うん、だからこの私立大学を運営するにあたっていくら理事長でもあの好き勝手やっちゃダメなのよちゃんと公正に日大に損害を与えないように運営しなきゃダメなんだけどもあの。うん この自分の,その大学の改築とか,なんか業,業者選びの時にキックバックもらえるところに発注してたっていうそれが問題だっていうことなんですよねうん、うん、でそのキックバックのお金が表に出せないからまあ、えー、所得を隠していてなるほどでそれで1億円所得を隠しているということで、まあ、追徴とかも含めて5300万円で金額がでかいから。 家に2億円置いてるってどういうあれや <laughs> 2億って2 0キロぐらいありますよ <laughs> 一応にい, <laughs> いつも触ってたのこれ2億屋そばで置いてあったの近海かなってそばかいやでも現金と書いてるよ、うん、すごいねもう何かねえっああほんと しかも日大の理事長は5年前、国税当局から数億円の所得を申告してないという疑いがあるとして調査を受け、その時も申告もので収めてたんだ。だからさ、それだけじゃないのよ。もうありとあらゆるいろんなことやってるんじゃないはあ。もう稼ぎまくってたんじゃないなんていうか、こういう人うん,うん。 にお金がたくさんいって <laughs> しかもなんか真面目に仕事っていうかこれ脱税とかさなんかまあ言ってみれば談合のお礼ですよね。うん、でしかもあのあれだよこれは税金が入ってるから我々の税金もちょろまかされてるようなもんですからね。ああなるほどねそうね。うん の補助金っていくら日あとさえっと2年ぐらい前にさ日大のさアメフト部のさ事件あったしあったねあの危険タックルしたやつであれでほら監督とかみんなクビになったんだけどなぜか理事長は生き残ったんだよねうんんかちょっと不思議だったそう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 えなんで 理事長大丈夫なのみたいなさ、うん、あの責任誰も取らないのっていうさ感じだったけどでも生き残っちゃったわけよ、うん、だから俺あの事件ぐらいからもうなんかうさんくせえやつだなと思ってたわけ、うん、だけど生き残ってたけど今回は逃げ切れなかった逃げ切れなかったね,ううねちなみにあの日本大学はですね えー、補助金ランキング政府のサイトで私確認したんですけど、えー、110億円くらいもらってるんですね補助金すごいねちなみに独協大学は18億しかもらってないんですよおお<う>、うん、少ないね少ないやっぱりな図体もでけえしなーうんだから補助金もらうために図体でかくしてたんじゃないのもしかしてなるほど そういうい考え方もあるなえだってすごいね10倍ぐらい違うんだね、うん、まあでも学生数も10倍ぐらい違うかうん独協だちなみにあの本間さんの母校です独協大学ありましまあ俺はね今はなきアホー学部テニス学科っていうところにったんだけどさ絶対そのネタ言うと思った <laughs> <laughs> そういう学部にったんだね <laughs> まあすいません、独居の皆さんあ、あれです。僕はあのちょっと、あのあまりあの卒業生として、<laughs> まともな卒業生ではないので、<laughs> 気にしないでねって。まあでも、独居大学、まあいいか、独居大学、いいや。外国語学部は結構いいと、あの、変数かか外国学部はいい。でも、俺がいたのは法学部テニスがもうないよね、法学部。<laughs> あるよ。ある あるある本当に法学部と経済学部あるんだよあそっか一応あるんだうんまあ今は少しもう少しまともになってるとは思うけど法学部がないっていうふうに言ったから本当にないのか信じちゃったじゃん <laughs> いや俺がいた法学部テニス学科はない <laughs> あ法学部はないのねもともとねそんなところ <laughs> <laughs> ああしかしなんかこう 籔本さんといい田中理事長といい、はあ、こういう人らがな、ね、本当にも田中じゃんうん、うん、家に2億円持ってるってね二億円すごい。 まあこれの悪質性は要するに5年前に国税当局から調査を受けて過少申告だったっていうことでちゃんと入れてるからあのあごめんなさい申告漏れですじゃなくってもうお前これはわざとだろっていうふうにそういうことです。な、まあそう,そうだよね。うん、わざとに決まってるよね、うん。もしわざとじゃないんだったらボケてるよ。 74歳かー、うん、これから無所に入るのはちょっときっついなだどれぐらい懲役いくんですかねまあ金額がでかいしまあ5300万いや他にも余罪があるだろうしまあそうでしょうでしかもその5年前の反省をしてないっていう、うん、ことも問われるだろうし ね、56年は食らうんじゃないのいや56年。うん、しかしこの日大私3回っていうふうに言いましたけどあの1人に3回じゃなくて合計で3回ってことなんだなそれぞれ。日大関係だけで。逮捕、うん、しかしなかなか強烈ですね同じ。 大学で、例えば私の母校の滋賀県立大学で一年間にあの三人逮捕者が関係者で出たら、お結構ショックじゃないですか。<laughs> 日大いいんだよ。百万人ぐらいいるんだから卒業。いや数が多いから目立たないってもんじゃないでしょ別に。<laughs> あの子はいいの本当に。うん。<laughs> いやでも五六年くらい。 らまあ34年で出てくるとは思うけど80手前ぐらいまでは刑務所か、うん、結構きついよきついなやっぱりさまあそれで懲役労働があるわけだからさ、うん、じいさんになってな懲役労働とかやったような、うん、若いやつらに小づき回されてさ、うん、朝6時半起床 で、今まではほら贅沢にまみれた生活してたのにさ、うん、酒もタバコも女もいない生活、うんうん、お釜はいるけど <laughs> まあ、あのー、ほとんどいない生活だからね、うん、大変ですよほんとちなみに脱税の場合は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金って書いてますね。 うん、でもさ罰金だけになるってことないじゃんほぼいやまあうーんほぼこれはあの刑罰は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらを同時っていうふうに書いてあるんで大体同時じゃん大体、うん、同時うん大体悪質だからさみんな大体同時にねうん <laughs> まあやっとここまでいったかって感じだよな そうだからのんびりしてるよね、うん、だからほんともっと早く逮捕さいつ逮捕されるんだろうと思ってたさああまったかなみ、ま、たいなまあでも卒業生は肩身が狭いよねいやー狭いでしょうっていうかうちにも知り合いますよ日大だし<る> <laughs> それはずうでかいからねやっぱりしょうがないよねうん いやだよねあのー、ね、でも気にしないで、人数いっぱいいるから、たまたまトップの出来が悪かったっていうね。いやもう、全世界からのね、外国人入国停止を発表っていうふうに、今日さっき出てたんですけど、明日のね、午前0時、要するに、うん、えっと、今これ13時31分に取ってますから、29日の、えー、午前0、30日の午前0時なんで、うん、あと11 10時間29分後には、うんえー、全世界からの外国人新規入国原則停止という中、うん、日大の理事さんは <laughs> 出てくる頃にはコロナは終わってるよ <laughs> まあそうね出てくる頃には終わってるまあだってほらこれからさこれから裁判でしょ、うん まあ2、3年かかるもんね。最後<ー>まで行くの、まあ。そっか。だってどうせ一審じゃあ、れでしょ一審で諦めないでしょうん、まあ、あがくでしょ。で、2審まで行くじゃん。うん。まあ大体二審で負ければさ、最高裁までは持っていかないと思うのよ。うん、個人のあれだか、うん、まあ、2、3年かかる。ってことは、73で 76で懲役34年とか45年とか食らったら出てきた時はもう80だわかわいそうにしょうがねえな本当に大変だなっていうか出てきた時はなんつっもう有罪を確信している <laughs> まあまだ逮捕なんでね日本の刑事裁判は逮捕の段階ではまだ分かんないんで <laughs> まあね、うん、そうだけどさ、うん いや起訴されれば、ねうん、起訴されれば99%。<laughs> 99%有罪ってことはさ、うん、まあほぼほぼ 80, 80何歳まで収監されるのはもう目に見えてるよね。うん、ね。大変ですよ。この日大さんの逮捕のゆあのえっ、ー、と田中理事長も籔本さんもあと猪俣猪口なんかそんな人もいたな。 真面目に仕事しろよって思うんですけどねなんで悪いことするかな <laughs> それがね儲かるからいや儲かるっつったって、ね、リスクでかすぎでしょう <laughs> でバレるバレないと思ってるんだよねやっぱりねそれがすごいよねだっ,だって2億円もらって懲,懲役5年とかさでしかも社会的地位も何もかも失うとかさ 初めに仕事しろよ本当に理事長理事長だったりセマがリセマがもらってるでしょで経費使えるでしょそんなのほら銀座で一晩で使っちゃうのよ <laughs> 使いすぎだ <laughs> でも実際あのこの共犯とも言える山本さん安倍友也山本さんとかはすんごいも月何百万も使ってたらしいよ、うん、飲み代で でしょこの,このなんか飲み代とかで遊びまくってそれでお金引っ張ってきてまたの飲んででまた悪いことしてっていう人たちの気持ちが全くわからん俺には。一応そのなうんと飲むっていうのも、うん、そのほらいろんな連中と人的なつき合いを作るっていう意味で。うん 仕事の一つだっていうふうに彼らは思ってる <laughs> 仕事の一つだなるほどケンペイってかってシャンペテデーってかってやったりあのたっけウイスキーとかあのワインとか開けてガッハッハハってやるのがなんか仕事なの仕事なの。せあのー、あの人は言ってたえっ、ー、ともう今はなき えーっとだからほら芸能界の大物ジャニーさんジャニーさんじゃない秋元さんあまだ生きてるか <laughs> <laughs> 秋元さん生きてるわまだまああの界隈の、うん、あのめちゃめちゃ武闘派と言われた人がわしはもう80超えてるけど夜はクラブ活動で忙しいんじゃ <laughs> それは白歩道時代にあったんですかあ,あ,あったよお<ー>まあもうその業界では、ねうん、あのやっぱりすごいつうかさまあもう暴力,暴力団みたいなもんよ。<laughs> 暴力団みたいな圧倒的なパワーがあってさ<ー>、うん、なんかもめ事があるとすぐね親分にこう仲裁が仲裁が入って それをを仲裁することでまた力を得ていってーああこれなんか昔ど「なんとか」って映画で見たな広島なんとかって映画で見たなみたいな <laughs> 広島主導編みたいな <laughs> <laughs> いやーでもこの日大のねあのー、関係の人がちょっと高く食ってたのは結構その籔本さんだったかな逮捕された時に「お前俺,がたい俺を逮捕していいと思ってんのか?」みたいな。 ね<ー>俺逮捕したら全部口割っちまったらお偉いさん方で困る人たちがいるんですよみたいなああなんかそんな話どっかにあったな、うん、でこれがあのー、俺は安倍友だから捕まらないと思ってんじゃねえのっていうね話とかもあってねそういう意味では安倍友系がこうやって捕まっていくことはええことですよもうどんどん捕まれ<え>ついでに安倍も捕まえろ本当だよ めかかうん、田中捕まえたんだかかららぐいななんんとじゃったら安倍もいけるだろうもうただの議員なんだからねそういや安倍晋三マレーシア特使でマレーシア行くっつってたけどで、て、うん、かか帰ってこれなかった面白いね各国人権で禁止で日本人も帰ってくるだみたいな永久追放でいいじゃん、うん、でもどうせあいつはなまた あ,のあれマレーシア行くって言ってたのいつだっけ年明けいつあ十二月うん、12月ぐらい。特使です、特使。特使か。マレーシアでなんかな、どうせまた金もらって帰ってくるんだろうな。いや、そうですよ。ODA のキックバックもらってくるんでしょ。あ、奥さん、本当に。 まあでもこの日大問題結構怖いっすね。でやさほら、うん、なんかさすごい地方のさ、うん、小さい大学でさもうなんか潰れる潰れないって言ってるようなところでこういう話が起きるとかさ、うん、っていうのは割とまあまあ割とよくある話、うんうん、だけどやっぱり日大ぐらいになるとさ、うん、まあ頭はともかくとして人数多いっていうさ まあそのっていうか、まあ一応、一応日本の大きな大学じゃない。頭はともかくとしては余計です、お母さん。<laughs> えっと、まあ頭はなみな感じだとして。学部によってはいいところもあります。あ、そうな、ね。日本大学で一番私が尊敬している学部は、芸術学部です。漫画学科ちげえよ、それは京都聖華大学にあるところでしょ。う。 日,大芸日芸です、日芸。日本芸日本本大学の芸術学部。あ、そっか。うん、日大じゃないんだね。違う違、ん、日本大学の芸術学部ですよ。に漫画学科があなた。な,ない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 。ああえ芸術学部に何が芸術学部結構すごい人多いよ。お<ー>うん、ただしあの、そこに入ってしまうと。 学費はすごく高くってどこにも就職できないっていうおまけ付きですけどね、うん、またそういうそういう話なのそうです <laughs> ああああったけな,なんかなんかなまあ <laughs> でごめんごめん話それちゃったけど、うんうん、あ,あんたダメそこダメあのほら要するにそういうちっちゃなさあの大学でさ、うん、でほらよくあるのはさその 学学生のほとんどが中国人留学生だったとかさ、うちっちゃいところういうのあんのよ、うん、あんのよ。要するに補助金をもらうために、うん、あの中国人の留学生を受け入れます、うん、で、補助金もらえます、うん、でもうそれに頼るようになっちゃってあらーい、いつの間にか学生は9割が中国人だったっていう笑えねえようなさ、え<ー>ういうあのドローカルの。 大学<う>俺こそ誰も知らないような名前の大学、うん、で結局その補助金詐欺とかさ、うん、なんとかでその学長が捕まったとかいなくなったとかっていう話はさうん、うん、割とあちこちで聞くけど,なるほどでもさやっぱり一応日大クラスとかでさ、うん、理事長が何だか好きなことや,やりまくってたっていう話だろこれは結構やばいよねやっぱね。うん だって税金毎年100億突っ込まれてたところですからね俺田中理事長っていつから理事長やったんだろうね結構長いみたいだったよ。でしかもさこれもともとこの日大関係で、えー、資金の流用とかが今回分かってるだけで2億2,000万なんですよね。うん。 でまあそらくこれ分かってない部分も入れるともっとあると思うんですよ。うんまあそうだろうね。だからそう考えると例えば税金日大に100億ぐらい流れていたお金のうち2億円ちょっと、うん、まあ数億ずーっとポッケに突っ込んでたっていうふうに考えるとうん、うん、なかなかこれ。 なんか45年じゃああかん気がしてきたそうだね。しかもこの人はですね1994年ちょっと前ですけども JOC にもいましたおお<ー>理事ですよ、理事だけどなんかあの後に副会長まで行ったんだけど、えー、住吉会とか山口県の組長との付き合いが発覚して辞任したらしいです そういういい人間をよよくさ、長にしといたよね。うん、まあそこも絶対金の力だと思う。まあそうでしょううんあそう考えるとこの「週刊文春」が2005年あたりにそれを報じてるんですよねうん結構でしょ結構根が深いよね昔からこれ言ってるわけかいろんなやばい話があるんだろこの人、うん なのに今まで逃げ延びちゃって、つうことで2014年には住吉会2代目会長とかとの、あのイエーイみたいな写真とかも週刊文春に突っ張ってから、いや、もう,もう,もう改めて見ると、もう30年くらい前から結構あかんかったんやっていう。 じゃ写真見たらどっちが住吉会かわかんないいやいやまたちょっとうん田中理事長そうですね田中理事長なのか住吉会なんだわ <laughs> か,かんないでしさあ2008年から学校法人日本大学理事長ってことは13年間やってたんだ<わ>じゃあこれは結構 こう。結構,結構奥深いんじゃない。いや、これ、結構深いね。やばいよ。いろいろ出てくるよ。うん。逮捕者はそもそもそれだけで済むのか。まあ、あとは、あの、なんかね、叩き上げの人みたいですね。青森県の、あの。北の方で農家の三男坊として生まれて。で、そこからに、<ー>日大に入って。で、一生懸命頑張って。 あ違うな日大出て日大に就職してんのかお<ー>しかも体育助手兼相撲部コーチああそうだよねだから相撲って顔してるもんねなんか小学校低学年からこの相撲の学んでたみたいですああでもあっちには行ってないんだそれ角界には入ってないんだ、ね、入ってない、うん 学会は厳しすぎて耐えられないなと思って入ってないだだからずーっとあのー、日大の中で生きてきた人ですねこれはうんなおかつよろしくないだいぶよくないねだって理事長になったのは2008年だけど理事になったのはこれもっと前だ、ね、1999年じゃんお 時代の安部を一身に背負ってる感じがするね。うん「どすこい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 ごっつあんです!」って感じで「現金ごっつあんです!こ」ここって。はあ。だからあの例のアメフト部の騒動があった時もさ、うん、やっぱり理事長が責任取ってやめるべきだって話はあちこちに出たんだよ。うんあ。あちこちに出ただ。だーけど全部それ振り払って生き残っちゃったんだよね、うん、結局。 すげえな、本当に。あのー、なタックルも。だから確かにさ、うん、もうなんかあれなんじゃないつっつくといくらでも出てくるんじゃない日大のやばい話が。後輩のでもさ、あんなでかくなっちゃったら潰せないしな。うん、まあ今入ってる学生には、 何の落ち度もないしさ。日本大学は何かこれ公式コメント出してうのかなまだじゃないだって今日逮捕されたんだけどさうん。日本大学のホームページおしゃれやな日本大学のホームページ。特に。うん特にないな。プレスリリース。あ ああ一応、えー、本学元理事の基礎なんでこれはちょっとまた別の人ですね。うん、これはえー、っと元理事だから井上口さんの方か籔本さんか忘れたけどそっちの方やなそれについては「誠に遺憾です」って書いてる。 ま、まことにいかんですっつったってのうん、自分たちが何か被害を受けてるわけじゃないしな。うん、<笑><笑>ああ、しょうがねえなー。なんていうかさ、さっきも言ったけど、名もない誰も名も知ら名を知られない知らないようなところでやった話じゃなくて、一応はね、東京にあるさ、マンモス広です。一応はさ。 名前が知れてる大学でしょ一応ってつけなくてもいいです名前が知れてる大学じゃないですか <laughs> うんまあでしょで、うん、あんまりよくないよねよくないよくないまあどうせなら安倍のところまで遡ってかなっそうそこまで行ってほしいよあのゴジラのね監督のえっ、ー、と本田さんとかねうん そういう人も日大出身ですよ日芸芸術学部だ芸術学部映画学科他、うんうん、にもいっぱい,いそ,そ,うそういう人うん、うん、あそっかそっかそういう意味ではそうだねいっぱいいますよ本当に日大の出身万人だよなえっ100万人だよ<え>うんまあでも日芸はすごい有名なんですよ うんあのこの世界の片隅の片渕素直さんとかね<ー>、うん、あの人もそうだし<ー>、うん、いっぱいおるじゃあ芸術学部だけ残してさあとはほら補助金カットでもう潰しちゃうと結構よく言われてるよそれ <laughs> あっそうなので,でも日大は結構その 偏差値高い学部もあって優秀な学生多いイメージですけどね私の中ではう,うんうん。なんかあんまりイメージってないなそう深作金地とかものだようん仁義なき戦いあっそっか、うん、いやあの俺の周りで 自分の周りで、ね、あそう私の周りは結構日大出身であの優秀な人知ってる、うんうん、まあでもなんか安倍ともま安倍智まで来たんだから安倍まで行ってほしいなねえついでだからね、うん、なんとかしてほしい,いけど世界がパンデミックで戦々恐々としている時に <laughs> 日本は 日大の田中ですか。うん。あとは、あ,<ー>あの鬼塚ちひろ。<laughs> もうあのニュース、どうでもいい、本当に。え、そもそも鬼塚ちひろは、なぜ救急車を蹴った。<laughs> なんかもう、どうでもいいやつが、もう鬼塚ちひろ。<laughs> まあ、ちなみに、あのーね。あのー。この動画で初めて見る人。 すするとですね、えー、本間さんが何でそのこの無所に行った後の話が詳しいのか、うんうん、っていうのはね、あのー、懲役を知っていますかとかそういう本を読んでいただけるとよくわかるんですけどこれなんか今のところ事情聴取で現金の受領は否定とかっていうふうに言ってるんですよ。うんまあそ,、うん、うそうだよね。 もっかいだから再逮捕になるんじゃないのこれ。ああなるほどね、うん。だって現金の受領の証拠で所得税法違反で固めたっていうことはこれが確定したらこれのお金はじゃあどっからもらったんですかってことになってでそれで背任にまで派生するんじゃないう,ーんうん。その流れじゃないとなんか脱税容疑だけで逮捕するの不思議だもん。 まあまあいっぱいしょってるだろうからなあいっぱい、うん、本当にこれえー、っと逮捕されるでしょちなみになんか起訴されてる最中に追加で刑が余罪が追加されるってことあるんですかえーっとあるよもちろんああるんだ、うん、そうするとまた裁判追加っていうことになっていく あとあの裁判をあの合併しちゃっときも併合するのねうん、併合しちゃうときもうんうんうん、うん、大抵はだからその交留期間を長くして、うん、長くしちゃってその間に再逮捕再逮捕再逮捕、うん、あの交留というのが知らない人がいると思うんですけど逮捕されて い今ほら交流って要するにそのえっと起訴される前、うん、コーチさん、こコーチ署ですよね。コーチ署ね。うん、あだから刑あと刑務所に入る前、うん、コーチ署段階で、うん、取り調べをまだやってると、うん、でその起訴するかどうかの取り調べをまだ検事とやってるという、うん、だからえー、っとこの田中さんの場合だと、まあ今日昼間に逮捕されんじゃんうん。 何人が逮捕したのかちょっとわかんないけど、うん、逮捕だ。でそうすると、えー、っと今今今日はあそこその逮捕したえー、っと警察署の中にある留置されてるってことですよ、ね。留置されてる、留置所っていうところに入る。東京地検特捜部って書いてるけど。ああじゃあもうあれなんだね。特捜部がそのえー、っと要するに警察マターではなくて完全、うん、に 知見特部マターになってるっててることね,、うん、これねつまりさあの事件としては非常に重要性が高いって、うんでえー、当然ながらもう完全に実刑になりそうな匂いがしてるてそうですねで知見特捜部に逮捕ということはえっ、ー、と多分もう最初から東京拘置所に放り込むんじゃないなるほど。 ででそこで留置つまり東京拘置所なんだけども留置扱いされてるわけですよね。あれが週間ですか最大あの一、ー、事件について最大20日間。二十日間か。うんうん、これは日本のそのよくない人質司法二十、うん、日間も放り込んでおける。うん、だけど再逮捕されんじゃん例えばこの10日後ぐらい、うん、なんか別件で。うん そこからまた20日間うんうん永遠に延ばすことができるわけうん恐ろしいよね恐ろしい海外の場合はだってさアメリカなんかなんかさ逮捕されたらその瞬間にあの弁護士呼んで翌日出てきたりするからね、うん、そうねで日本の場合は弁護士は呼べたとしても何らあれにならない、うん、あの弁護士呼んであのじゃあ 釈放します。っていうふうに日本の場合ならないから,、うん、ならんね。うん、あれがめんどくさいんだよね。本当、うん、大変だから、よくほら痴漢の冤罪事件なんかあるじゃん。うんうん、ああいうのってさ。結局逮捕されて留置場にぶち込まれて認めないんだったら、20日間お前に留置するからなって言われて、うん、そうなるとほら仕事も行けなくなっちゃう。で、会社にも全部バレちゃうんでしょ。うん だからそうなるよりかは認めて示談にしてって逆にして冤罪がめっちゃくちゃ多いってい言われてるよね。うんうん、日本のこの20日間のこの留置って本当に恐ろしい、うんうん、ものなんですよ実は。なるほどね。田中君はまあねまあ、あの人は別に20日間でも1年でも入ってたっていいだろう。<laughs> 拘置所に入って留置期間が20日ぐらいだけどもでそれで拘置所に入るのはこれ制限ないんでしたっけない裁判中は拘置所なの<う>ああ<ー>だからあのー、裁判が長引けば長引くほどずっと入ってなるほどでその間にほら保釈を申請するわけようん、うん、で捜査が終わっててあのー、証拠隠滅の可能性がないって言われればうん 保釈されるけどでも保釈は保釈金が必要だから。うん。田中君は家に2億持ってるんだから保釈金には困らないだろうけどさ。うん、だから保釈が認められれば裁判期間中は外に出ている。うん。でも認められなかったらずーっと裁判期間中も東京拘置所にいなきゃなるほど。まあ可能性はゼロじゃない。うん でものすごいやっぱりああいう事件だから、うん、まあ多分ああいうぐらいの人間だとやっぱり保借金が万万とか2000万とかかもうちょっと多くなりそうな気もするな保釈金って要するにあの逃げてしまったら、えー、損するから逃げないっていうふうに、えーまあ、被疑者の方がそのブレーキがかかるくらいの金額を入れておくっていうことですよね。 カルロス・ゴーンがいくらだったっけあれ,をあれえ保釈金は、うん、あれを高かったんだよな。あ、15億円<い>それでも嫌だから逃げちゃったっていう。いや、ていうかさ、うん、それ1回払ってるんだよ。ゴーンね。15億。うん、だから15億、パーにして逃げたんだよね。うん、すごくないすごいね。 15億裁判所に1回納品してんのよ。うん、それでさ、いやー、十五億パーにして、どんだけ金持ってんの本当に。まあ、いいなルノーから、フランスのルノー財閥から送られてきた人ですから。<laughs> まあ、でもそういう保釈金を入れて、で裁判がまあ2年ぐらいかかるのかな。かかるね。うん まあだからほらあれ2審までやるからさ絶対さ、うん、あのーどまあどう見ても一審で勝,と勝つとは思えない、うん、思えないじゃん、うん、で結局このこういうやつだともう検察も弁護側もさ、うん、そのほら証拠を並べるのに時間かかるじゃん、うん、結局だからまあ2年ぐらいはかかるよ と高知所にいるのか、うん、それとも一応はほらあれ保釈されてさうん、うん、銀座で「もう疲れたー」っつってこれ飲んでいられるかっていうね、うん、でもあの東京拘置所にいる限りは、うん、あのー、タラバガニの缶詰とかさうん、うん、売ってるから、うん、贅沢できる <laughs> 差し入れでタラバガニの缶詰 <laughs> 3万円だったっ,っか <laughs> <laughs> 一番高いって言われたよ、投稿,はあ、投稿で。あと、あれもあるからあの、お汁粉とかの缶詰もあるから、うん、痩せないでいい済むと思うよ、田中さんまあちょっとはしい。竹がない。いいよ、飲まなくて。酒がない。うん、あと、お酌してくれる女もいい。<laughs> いいよ、いなくて。<laughs> も<う> <laughs> 真面目に仕事しるよなもう、まあ、でもまあちょっとねあのー、日本大学で起きて税金毎年数パーセントちょろまかしてたんだとしたらですよこれは良くない事件だろうというふうに思ったんでやはりですね刑務所の中まで突撃取材をされてきた本間龍さんにですね、えー、今回の事件をちょっと語っていただいたということと最後に1個速報がありまして、うんえー、南米 南米じゃない南アフリカ大陸のナミビアから入国してきた人がですね陽性うん多分これ,これオミクロンかもねっていうところとかあってちょっと怖いですねまあなんでか、ね、デ,デビュー近いってことかうんちょっとね日本デビューついにって感じいや来なくていいなうん <laughs> まあねあのー、日大とか鬼束千尋で盛り上がってる場合じゃないと思うよ日本はオミクロンにちゃんと気をつけた方が私はいいと思いますが、えー、これはこれで大きい事件だったんで日大についてちょっと本間さんと話をしました税金を持ってったっていうところなんですよ半分これだから問題だっていうところをね,ねちゃんと考えていきましょうそして我々には官房機密にも税金も入ってないのでどうかカンパをよろしくお願いしますうんね 別に寒波がなくても見ていただいているだけでも、あの、いつもありがとうございますなんですけども、あの、寒波があったら、本間さんももっと喜ぶな、というふうに思っています。そんなわけで、今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしく。それでは。